リスナーの皆さん、こんばんは。下鴨セブン、不大生7人による、〇〇の話の時間となりました。この番組は、第3金曜日19時から、不大杉岡ゼミ生が、京都の大学や地域のホットな話題を発信していきます。本日のパーソナリティは、3回生の私、吉川桜子と、後半は3回生の松瀬萌子です。よろしくお願いいたします。この番組は、文部科学省大学間連携共同教育推進事業の一環としてお送りします。今日のゲストを紹介します。第18回目のゲストは京都産業大学法学部職員のをされております岩本博さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日岩本さんには仕事というテーマでお話を伺っていこうと思っております。はい、では岩本さん、普通の仕事ではなく、はい、志すにことという仕事である理由は何ですか？はい、前以前の、ね、打ち合わせで、はい、今回の話すテーマについて少し話したと思うんですけども、はい、まあ、いろんなことあったんですが、やっぱり仕事について話したいと。ただその仕事って言っても普通のね、あの感じの仕事だと、はい、なんか月並みだなとも思って、はい、でやっぱりその私が今やってる仕事っていうのは、はい、本当にいろんな方にあの関わって成り立ってる仕事なんですね。でそんな中、自分の気持ちをぶれずに、はい、やっぱりしか人にしっかり伝えることであったり、共感を促すって意味で、この志のことで仕事をテーマについて、はい、であと、はい、私自身の名前がですね、はい、まあ、岩本博というのがあってですね、はい、志を広めろと、父にそれはあの名付けられた経緯もあって、はい、この仕事の志の方の仕事で今日はテーマに話したいと思っております。はい、はい、よろしくお願いいたします。ではまず岩本さんの経歴を紹介させていただきます。はい、初めに百貨店地下の魚屋さんに入られ、エンターテインメント業界、議員公設秘書、地域公共人材開発機構、そして2013年より京都産業大学法学部職員兼 NPO 法人グローカル人材開発センタープロジェクトマネージャーを経験されておられます。とても多岐に渡るお仕事です。私は今仕事をしていまして、まあ、仕事っていうのはすごく自分に大きな影響を与えるな、うん、なと思っています。うんうん、何かこれまでの仕事の中で、うん、岩本さん自身の根底に残っているエピソードはありますか？はい、もう本当あげればキリがないですね。もうこの短い時間でこれだけ あの仕事を、まあ、今までいろんなチャンスを私なりにあの掴んで、はい、いろんな仕事をしてきたと思ってはいるんですけども、はい、でやっぱりね、根底となると私はあの一番初めに社会人になった、はい、まあ、本当に百貨店の地下の魚屋さんでの、はい、まあ、思い出というか、それがやっぱ根底なんですね。はい、でもう本当に右も左も分からず、敬語のけの字も知らないまま私は社会人になって、魚屋さんですね、百貨店の魚屋ってめちゃくちゃ忙しいんですよ。うん、そうですよね、お客さんも本当にね、はい、多忙でね、うん、もう商品がもうなくなったらまた前運ばなあかんし、うん、はい、ほらもういろんなお作りからも切り身からも商品が山のように出てですね、うん、はい、お客さんも本当にたくさんあの、うん、いるところでですね、はい、で私その時にですね、例えば前に商品のマグロがなくなった時にですね、はい、これを運ばないといけないと、お客さん待ってると、ね、はい、じゃあ岩本って言って、前に商品ないぞって言って、うん、で僕はそこではいって言ったんですよ、はい、持っていきますって言って、はい、ほんならね、その魚屋の、あの、まあ、上司というか先輩がね、はい、あ、お前はいちゃうやろって怒ってくるんですよ。何ですか？普通ね、はいって返事して怒られるって、はい、そんななかなかないでしょ、うん、はい、それで怒られるんですよ、はい、違うやろと、喜んでやっ て言われるんですよ。つまりね、魚のものがなくなって、はい、前に運んでけって言われたら、うん、はいって言うんじゃなくて喜んでって言うの。だつまりあのこれは何かというとね、はい、僕今でもこの気持ち大事にしてるんですけど、はい、例えば仕事が山盛り来ますよね、はい、この資料を作ってあそこ連絡しなあかん、誰かに何やこの背中でいっぱいある中でも、その時にねやっぱ喜んでって思う気持ち、もういろんなこと僕は求められてる、はい、うん、どんないっぱい仕事が来てもですね、本当に喜んでって言える気持ちに今でもなってるんです。でこれはやっぱり魚屋で返事の時に喜んでと、だから魚屋行った時はもうみんな喜んで喜んでってどこでもね喜んでってなるんですよ、どんだけしんどい時でもね、はい、うん、喜んでって言うんやっていうこの気持ちね、はい、で僕はだからこれは根底に今でもあってすごい大事にしているなと
ちょっとしたエピソードですね、これが、うん、なるほど。私も今すごい就活で仕事について考える機会が多いんですけれども、うんうんうん、こうはいって言ってるってやっぱり受け身になっちゃいますよね、うんうんうん、そういう受け身じゃなくて、うん、あさせてもらえるんだ、うん、あ喜んでやろうって、うん、こう思って仕事をやってやろうってすごい今思いました、はい、これから考えて頑張っていきます、はい、ありがとうございました。以上、このコーナーは京都の大学や地域のホットな話題をお伝えいたしました。では後半に行く前にここで音楽をお聴きいただきましょう。今日の曲はクレイジージョーンズの You Put a Movie on My Heart です。この番組は下鴨セブンが京都の大学や地域のホットな話題をお送りしています。後半も引き続き仕事というテーマで私ゼミ生の松瀬に交代してお話をしていこうと思います。では岩本さん、早速なんですけども、はい、打ち合わせの時に岩本さんの、うん、まあ、いろいろな経歴をお聞きした時に、立ち上げに関わることが多いと聞いたんですけど、それで立ち上げって言ったらもう前例がないわけじゃないですか、うん、おっしゃる通り。そこで本当にいろいろな多分失敗があると思うんですよ、うんうん、で今回のこの番組が3月ということで、まあ、みんないろいろ不安を抱いてる時期だと思うんですよ、うんうん、で不安っていうのはやっぱ失敗するんじゃないかっていうところから来ると思うんで、うんうん、その失敗っていうのをどういうふうに山本さんは捉えてらっしゃるのかお聞きしたいなと思って。そうですね、はい、いやもう本当ねこれまでねもうこんな失敗してきたやつおらんやろいうぐらいね失敗してきました、もう大勢の前でねもう言ったあかんようなこと言ってしまったりとかね、もうやったらあかんことやってしまったりとか、はい、もう本当にね、反省することもう本当に多々あります、うん、やっぱ立ち上げってね、はい、まあ、おっしゃる通りね本当前例がないんですよ、うん、だからおのずとね失敗つきもんなんです、うん、ただまあ立ち上げ以外でも、はい、もちろん失敗っていうのは絶対出てくると思うんですけどね、うん、ただ僕ね今まで失敗いろんなことしてきたけども、この失敗がなかったら、はい、今の僕はないやろなっていうふうには思ってます。あ、というのも、はい、例えば今もさっきもお伝えしてたんですけど、たくさん仕事ってきますよね、はい、この業務この事業、このタスクがあってこれをこなしていかないといけないと、次に進まないと、うん、でいろんなことがいっぺんに襲いかかってイレギュラーもありますよね、はい、でそんな時にね前あの失敗したから、うん、あこれはさっきこの人に連絡してとか、これは自分で解決してとか、これはあえてあの人に聞いてとか、そういうのがビビビーと来るようになったんですよ、うん、だからね、僕は失敗っていうのは重ねてきて本当に良かったなと。だから失敗は不安だけどもワクワク、それはすごい思うんです。だからあとね失敗はね、これもちょっと喋るとね、やっぱり、はい、努力しないとダメ、うん、努力した失敗でないと、うん、何もしてないのに失敗したら、これは失敗でも何でもない。あ、でもう一個言うと、はい、成功し続ける方が怖い。
あ、うん、成功し続け褒められてこれ成功ですね、はい、成功ですね、その方が不安、逆に褒められてるか、ずっと買い殺されてるみたいな、ずっと成功するのがね、うん、褒め殺しみたいな感じ、そうそうそう、そんなになっちゃうと一番危険だと僕は思ってて、だからねやっぱり失敗し続けることかなと、それが今の自分がいるし、何かこう事業を成功させる本当の原動力になってるなと思ってますね。その失敗っていうのは、まあ、具体的にどういったことになるんですか？いやもうね、自分で気づくとこもそれはもちろんあるんですけど、はい、まあ、先々月もあったんですけど、やっぱり人に怒られる、はい、注意する、今でもあります。あ、急にねサプライズで急に怒られて、はい、あ、これはミスったなって、でもね、うん、そんな時こそ、はい、あ、チャンスやと、へ、あ、怒ってくだ、もう本当くださってるぐらいのね、うん、気持ちで、うん、しっかり聞こうと、その時こそしっかり聞こうと、うん、で本当にこの人は心から言ってくれてんねんなと思ったらね、本当に涙出るぐらいね嬉しかったことが先々月本当あったんですよ、うん、だからね、怒られることを本当にね恐れないでほしいし、注意受けることを恐れないでほしいし、そういう時こそね自分が成長できるチャンスやって、まあ僕古い人間かもしれないけど、うん、でも本当にね怒られるの避ける人多いでしょ、そうですね、うまくね、そうですね、だから僕そんなしたないなと思って、あ、うん、どんどん失敗しようと思って、そこから努力しますけどね、うん、じゃあ、うん、そういった風に、まあ、いろんな失敗を重ねつつ、うん、まあ、目指していかれるとこ、うん、今後はどういったところを目指していかれるんですか？あ、ここですね、はい、でね、やっぱり今の今回仕事がテーマだから、うん、やっぱ仕事からなんですけど、はい、私は今、大学の職員という立場でですね、はい、このグローバル人材開発センター、うん、プロジェクトマネジメント、うん、しているんですけども、でここのセンターがですね、はい、今あの PBL というね、うん、課題解決型学習というのを今開発運営してます、はい、でこれが今あの京都の大学生がですね、はい、いろんな地域課題、社会課題、企業から与えられた課題について、はい、それを調査グループワークしてね、で最後社会に発信するプレゼンテーションをすると、その運営コーディネートを私してるんですけども、うん、はい、これがですね、またあのこの PBL を推進する大きなセンターがオランダにあってですね、はい、この話がすごい夢があって、ね、オランダではですね、はい、もう100、200の PBL をもういっぺんに大きなビルでですね、いろんな大学生が集まっていろんな社会課題解決している事例を私聞いたんですよ。で京都でもこういう BBL の大きなビルができてですね、大学の町京都でいろんな学生がですね、いろんな社会課題、地域課題、企業の課題について取り組む、もうたくさんの企業で学生がワクワクドキドキしながら成長していく、そういう大きな大きな組織をどうすれば作れるんだっていうことが今私が挑戦していることで、まあ、さらにそれが夢ですね、できればいいなと思っています、はい、じゃあそこのビルに行けば、うん、もう大学生がそのいろんな PBL をすることができる場ができるの夢、作るのが夢ってことですね。そうですね、じゃあそう、グローカルに行けばそういったことに関われるってことですね。ぜひ来てください。はい、もうぜひ皆さんグローカルに行きましょう。はい、ありがとうございます。そろそろ時間なので名残惜しいんですけども、今回の処理はここまでに、今回の放送はここまでになります。本日のゲストは京都産業大学法学部職員の岩本さん、杉岡ゼミの吉川所属、そして私松瀬でお届けしました。次回の下鴨セブンの放送は5月16日金曜日の17時からです。どうぞお楽しみに。この番組は文部科学省大学間連携共同教育推進事業の一環としてお送りいたしました。